こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、カノープスさんのドラムの演奏さということで、ドラムセットを選びに行ってきました。たくさんご用意していただいて、叩かせていただいたんですが、まずドラムセットの3つと、スニアドラムの4つ。で、それの、5プライと6プライで、結局、スニアは6つ叩かせていただいて、ドラムセットは3つ叩かせていただきました。というわけで、芸能人格付け、番付のですね、クイズじゃないですけど、ドラムセットの引き分けクイズっていうのをやってみたいと思います。まずはですね、今回は3種類、アッシュっていうのね、ホワイトアッシュとポプラの組み合わせということですね。ホワイトアッシュっていう木があるんですよ。で、その、木が、どっちかと僕が感じたら低音がグンって伸びる感じ、特にバスドラがドンって踏んだ時にグンって伸びる感じがかっこよくてですね、まあ分離がいい感じですので、なんかフュージョンなんかの、よりのジャズドラマなんかだったらすごくよく合うんで、ジャズも使えるだろうし、いいかなと思いました。で、アイバーっていうのがありまして、これはですね、オールメープルとオールバーチがあって、今回は僕はオールメープルの方を叩かせてもらいました。まあ、メープルポプラの、7プライですね、バストラ10プライになります。プライっていうのがですね、切ってこう、ね、こういうこれぐらいの太さのこのシェルになるんですけど、それを1枚で曲げると結構大変なので、薄いのをこう、こうやって丸めてこの上に貼り付けていって、このようにするっていう、こう丸めていくっていう、まあ手法なんですけど、7プライと10プライです。イメージ的には単板って言って1プライの方がどっちかというと木がうなる感じで、こう7プライとかいうふうにまとめていくと、だん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 こう優等生で音がまとまっていくイメージがすごくあります。で、ポプラっていうのは何かっていうと、もともとかさ増しで使われてたらしいんですね。だからメープルっていうのがもともとの、よく使われる木材なんですが、その間に安いポプラを混ぜたから、その安いポプラを混ぜることによって、その当時のグレッチの音がすごく出るということですね。ネオヴィンテージはその、60年代のグレッチのサウンドともっと現代的なサウンドに合うように、まあいろいろ特殊加工された感じですね。タムとバスドラの混ざり具合がめちゃくちゃ良くて、メロディーがね、タムとスネアとかで作りやすいイメージです。というわけでですね、この3つを A、B、C に分けて今から僕が思想してるのを聞いていただいて、さあ、どれが、アシュで、どれがヤイバで、どれがネオヴィンテージか当ててみましょうコーナーです。というわけで、じゃあ早速、A、B、C 聞いていただきたいと思います。はい、というわけでですね、ドラム3種聞いていただきました。では A の方ですね、こちらは、ヤイバでしょうか、ネオでしょうか、アッシュでしょうか。はい、答えは、はい、ヤイバでした。まあ、ヤイバのイメージ的にはですね、今回はドラムセットを今聴いていただいたのは全部ピッチを同じにしてます。僕がドラムで演奏するときのピッチに合わせさせていただきました。で、もう一回聴いていただこうかなと思うんですけど、すごいヤイバもともとは低音にチューニングされてて、そのもともとお店が用意してくれたチューニングがちょっと前半で、で、後半僕がさっき叩いたやつをもう一度聴いてもらうとわかるんですけど、すごく分離も良くて、特に僕のピッチに合わせるとラテンなんかにすごく映えそうな感じのサウンドでしたよね。もう一回聞いてみましょう。はい、それでは、B の方は、何だったでしょうか。はい、答えはネオでした。ネオヴィンテージですね。これが僕が選んだやつです。すごくタムとバスドラ、バスドラの特にサスティンが長いので、タムとのこう、組み合わせがすごくこう、ジャズのメロディを作りやすいなということでですね、こちらを選ばせていただきました。まあ、これはね、先ほど聞いたやつの最初のチューニング、僕のすごいチューニングに近かったので、もう一度聞いてみましょう。
はい、それではですね、最後、C は残りの、はい、答え分かりますね。はい、亜種でございました。で、亜種はハビメソさんもすごく使われてて、これも最初の、チューニングかなり低いですね、ものすごい低くやるともう、フュージョンの場所でグンってうなる感じがすごい出てくるので、分離もすごく良くてね、もうすごくこっちとも悩んだんですけど、まあ、ユーザーミクちゃんのバンドもやってるので、どっちかというとこれも使いたいなとは思ったんですけど、まあ、なんとかネオヴィンテージでこううまくチューニングすればもっともっとそっちにもよるかなということで、そういう風に試していきたいなということですね。ひろのりくんのおすすめで、やっぱりネオヴィンテージを使わせていただくことになりました。はい、亜種の方ですね、低いチューニングと、僕が合わせたチューニングもう一回聞いてみましょう。はい、いかがだったでしょうか。ドラムセット3種類のね、音ですね。ドラムセットでも随分音違いますよね。ということで、まあ、その他の楽器からしてみるとみんな同じ音に聞こえるかもしれないし、僕はどっちかというとタッチで変えるタイプだったので、あんまそこまでこだわるタイプではなかったんですけど、やっぱりこうやって叩き比べしてみるとか、いろんな良さがあって、いいなと。で、まあ、連動させてもらうことによって、他のドラムセットなんかもこう試しで使わせていただいたりとかもできるので、今後もいろいろその使った感想なんかも書いていけたらなと思っております。それでは本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。